ね、でも今日マジありがとうね、助っ人。いや、本当にありがとうございました、めちゃめちゃ助かった。有意義な練習できた、マジで。ガス入れてみてとか。めっちゃ楽しかったから、うん、なんか、まあ、正直、帰ってこなくてもいいよってちょっと思ってた。正直すぎるな。いっそ間に合わなかったら、この時間がずっと続けばいいのに。急にやりづらくなった。帰ってきたよ。帰ってきたわ。お父さん帰ってくるの嫌な娘みたいなのやめろや。ごめんね、お父さん帰ってきちゃってリリム。何乗らない乗らないっすか。バイバイ、ありがとうね。バイバイ、ご飯いっぱい食べてね。バイバイ。かわいそうだな、カイダって。なんか多分ちょっと面白いこと言っても面白くない感じになっちゃうからね。いや、あなたもうちょいおもろいぐらいじゃもう全然ピクリとも来ない。もうだって必死に声荒げてさ、突っ込んで、絶対誰かが言っ、他の人が言ったら面白いことやのにさ、なんかいきなり無言になるもん、みんな。みんななんか、あもう今日帰ろうってなる。それ、いや、皆さんのせいですよね。でも、カイダくんってマジどんなボケも突っ込んでくるの、本当にカイダくんのいいところだと思うから。いや、きついきつい、やめてやめて。本当に、本当に大事にしてほしい。ブレイブ、やめろ、やめろ。カイダブレイブハル。カイダブレイブハル。ミドルネームかっこよすぎる。きついマジで。本当にカイダくんの良さとか忘れないでほしい、そこだけは。いや、もうきついわ。きつい。やだ、突っ込みづれえ、もう今日。本当に僕好きだけどね、そういうとこ。でちょっと話していい、カイダくんの話。うん、昨日さ頼むわ、あの聞きたい聞きたい、昨日終わった後にまた僕、うん、終わった、あもうやだもうやだもうやだ終わったら、これカイダくんのいい話なんだけど、終わった後にさ、まあ僕終わってからだいたいウォーキング行って気分切り替えて、オーダーとか、みんなのその各チームの視点とか、どういうオーダー出てるかとか見るんだけど、試してみたいとか、その時に急にカイダくんからチャットが来て、僕カナエさんのオーダーだからへこまずに頑張れてるので自信持ってください、本番ボコしてやりましょうみたいな、なんかちょっとこう一緒に頑張り、励ましと一緒に頑張りましょうっていうメッセージを送ってくれて、いいやつだよ、いいやつやね、そうマジでいいやつなんよ、本当に。だから気遣ってくれてね、いやそう、これはね、このカイダくんの本当の人の良さっていうのは、僕がもう声を大にして言わないと。信じまえよ、みんなもう伝わんないからね。ちょっとぜひみんなに知ってほしいんだけど。さすもが配信外でこうやってね、言ってくれて。もう、本当に最悪だよ、お前は。お前、本当に。お前、ほんまに最悪なゴミクズ野郎やな。よかったよかった。それそれそれ、クズ。チリチリ。いいよ、いいよ。でも、本当にいい人でね。優しいんだな。どっちかっていうと、影が。冷水とネットぶっかけ続けるのやめて。あの交互に、うん、あいいね、決まってきた整ってきた、整ってきた、マジでいい子なんよ。だからみんなね、ぜひカイダくんのことこれを機にね、応援してあげてほしいな。整ったもう大丈夫かな、よし、顔色良さそうじゃん。よかったよかった、もう痛みも感じなくなった、よかった、いいねいいね、取ろうぜチャンピオン。今度からカイダくんのことをカイダって呼ぶわ。お願いします。距離が縮まった。やったぜ。カイダって呼ぶね。